こんにちは、上野ありさです。そしてどうもこんにちは、鈴木あやです。今日もあやを迎えて Q&A をこの間やったんだけど、今日はなんと恋愛編についてお話ししていきたいと思います。イエーイ。で、前編後編に分かれてるので、ぜひお互いのチャンネルで全部でね、多分30分ぐらいになっちゃうと思うんだけど、ね、もういろいろ今までの私たちの人生の恋愛遍歴を話したので、まあ、恋愛のあれこれも話しているので、ぜひ見てみてください。はい。じゃあというわけで、はい、恋愛ラブについて。ラブ。はい。何これ、あ、そうだ。ラブについて話したいと思います。イエーイ、ラブラブ。お互いの恋愛遍歴っていうの、そのね、そうだね、をまず言っていこうか。アリサさんはどうですか？私はですね、19歳で2ヶ月半付き合った彼が年上ですね、おりまして、2ヶ月半で振られまして、あ、そっか、今です。終わり。短い。いない、好きな人はいたけど、まあ、告白しまくりまくって振られまくりまくってそうだ。でも 3,4 年それを繰り返してたから、私めげずに やりもせずに、もう好き好き好きって言い続けて無理無理無理って今考えたらすごいよね。すごいし、今考えたら本当に振られてよかったなって思うんですけれども、そうだよね。それでも24の夏に出会って、あやも出会った時はいたんだよね、そうだ、 LA で冬に、夏に出会って冬に付き合って、そっから今4年ちょっと、4年3ヶ月ぐらい、長いんだね、付き合ってます。なので人生2人目の彼氏です。すごいね。え、でも別にその間中学生とかさいないいない、一人もいない。あ、でも好きになったりとかはない。え、いや、女子校、あ、高校生の時に好きな人は2人いたんだけど、もううち本当にアピールとかできなくって、もう誰にも気づかれずに、誰にも知られずに超好きなんだけど怖い終わるみたいなのが2人いて、なんだそれ。でその後に全然好きな人ができなくて、違う、その後に20歳ぐらいで好きな人ができて、19ぐらいかな、そっから3、4年、それでその人に人生初めての告白をして、あ、そっか、振られて、それ告白にハマっちゃって、その人だよね、いっぱいした人だよね、で、ハマってたよね。だって東京駅伝えたいみたいな。そう、東京駅行って、プロンドで組んで、プロンドじゃない、中華食堂、そしたらホテルの光流れ始めて、やべえ、あと5分に来たんだけど、うわ、怖っ、恐ろしい、考えただけで無理。いやー、楽しかったよ、告白。仕事伝えてたよね。伝えることの大切さを学びました上野さん、はい、そんな遍歴ですけど、すごいね。2ヶ月半の人はもう全然、なんかずっと告られてて、その人から。年上でしたっけ。年上だけど全然なんか恋愛対象じゃなかったんだけど、なんか半年ぐらい告られ続けてって、まあご飯とか行ってたんだけど、付き合えないって思ってたけど、もしこの人にじゃあ他に彼女ができたら私好きになっちゃうかもって思った時に、あ、じゃあきっと好きなんだっていうような気持ちで、やっぱ付き合うって言って、向こうもすごいびっくりしたんだけど、付き合ったら多分男の方はなんか手に入れようとしてたからさ、手に入っちゃったじゃん。で、付き合ってすぐ時はまだそんな好きじゃなかったから、すぐ詰め2ヶ月半しか付き合ってないけど、でその2ヶ月ぐらいから目ぐらいから結構好きになってきて、好きになってきたっていうぐらいで向こうが多分飽きちゃって、もう落としたから。そうだよね、そしたら振られた。とかあるよね、狩りに出る的な。だから元彼っていう存在がいないんだよね、確かにね。だから元彼話は本当に全然私ついていけないんだよ ね。なかなかいないよね。いないと思う。いないよね、うん。だからそういうなんか小学校の時のさ、両思いとか、そういうのもないし、そっか、中学の時とかみんな彼氏とかいたけど、いたね、それも別に男の子とメールとかはしてたけど、付き合うとかもないし、チャリの二ケツとかもめっちゃ憧れてた。してない、しちゃいけないんだけどねだけどあの高校時代とかさ、みんななんか彼氏と帰ったりするのとか、あっと羨ましいって。都立に編入してそういう驚愕になったから、そっか、マジ羨ましいと思ったけど。まあ女子校、え、ずっと女子校、中高女子 校で、高校の途中から驚愕で、あ、そっかそっか、大学女子大、まあ、大学はそんな関係ないけど、まあね、え、でもほぼ女子の中で育ったってことだよね。 うん、そっか、それはね、だから超男っぽいのかも逆に、ああそれは確かに。女子校育ちの人ってめっちゃガサツな人多いから、今までの変な元カレとかたまにやってるから見んだけど、結構やばい子、まあまあいるの。へえ。好きだった人
といい感じだったのに、なんか私の親友がこっちをなんか寝取ったみたいな、なんかそんな感じとかさ、えどういう状況、友達の彼氏をどういう状況、性的対象と思うってすごいよね。すごいよね。本当にそれは結構信じらんない。そうなんだよね。例えばじゃあ綾の彼は綾に見えるっていうか、綾と同じ気持ちだし、イーちゃんの旦那さんやイーちゃんに対する気持ちと同じ気持ちになるし、もちろんそれは彼にもよるけどさ、そうだね、そういう本当に未来があるんだろうなっていうような相手とか長い相手だとさ、そうだよね、普通。でもだからそれではそういう、そういう女はそういう女で固まってるからさ、あそうね、ルイはうちらの知らない世界があるんだよきっと。そうだね、なんかそういう子たちと対談してみたい。どうなんですかね。もう怖くて多分やんじゃん。やばいよね、うちらの子たちとか何も信用できなくなりさ、もうどこも行かないでって思っちゃう。確かに怖っ。私は話しちゃうの薄薄いね。じゃあ例えばこうやって見てる方でその告白したいけどできないっていう子もさいると思うじゃん、好きだけど、その勇気は言った方がいい。ああ分かんない、多分迷惑だったと思うよ相手は。来た来た今日も来る。一回言うぐらいならいいけど、私みたいにもう何回も何回もちょっと告らせてみたいなのは迷惑だったと思うけど、別に反省はしてないけど、私は気持ちよかったからウケ。言った方がいいと思う。私はもう声を大にして言いたいけどね。そうだよね、言って後悔したことないし、うんうんうん、言って別に振られてもすごい良かった、好きな気持ち伝えるってこんなにいいことなんだ、だって私こんなに好きなんだからあなた分かった方がいいよって思ってたから。確かに。でも男の子も悪い気しないもんね。好きって言われて嫌な人だって絶対いないじゃんこの世に。まあでもさ、私みたいにすごく告白したら嫌って思われるかもしれないけど、ちょっと好きなんですね。1回2回ぐらいならいいと思う。あれはでも自分から言う派でしょ。いやでも最初なんかその時大人になるとちょっといろいろ考えちゃうじゃん。最初から、ね、そう好きってあやはバレないようにあやもするのは、うん、調子乗るじゃん男の人って、あいつ俺のこともう好きだなみたいなさ、それがすごい嫌だったから最初はあんまバレないようにデートしたりとか仲良くして人自身を見るかな。うち本当にもうデートとかも男の人と2人で食事とかも本当に彼氏いない時してなかったから、うん、仕事以外で、うん、告白されたこともほぼあるけど、うん、別に本当片手で数えられるぐらいしかないし、うん、今のさ彼といる時にさ、うん、好きってめっちゃ言う？言わない。そう。なんで言う？え、なんで言うじゃないけど。口から出てこない？出てきません。アリナちゃんさ、しかもさなんか普通になんか愛してるよみたいなメールでやったり、なんかで忘れたけど。あさみちゃんの裏垢でしょ？だっけ？うん、なんで愛してるよって言うんだろうって。え、なんでうちらの合言葉。うちらマジで1日に20回は言ってるお互い。いやでも素晴らしいよそれは。でも言うタイミング多分見てる人もなかなかないと思うよ。え、今だよ、今大好きって大好きだよって。そっか。え、なんか何大好きって言うともっと大好きになる。それってなんか変な意味じゃなくて、うん、すごい好きだからそれを相手に伝えるし、うん、なんかさふとした時に別にさ、うん、あ好きだなって思う時ってあるじゃん、うんうん、そういうのはちゃんと言葉に出す。あ、そっか。かも。あと遠距離もあるかな、遠距離だから。あ、まあね、確かに。でもあやもなんか楽しかったこととか嬉しかったこと、うん、とかはちゃんとこういうの嬉しかったありがとうとか言うけど、うん、ジュリディ見た方がいいよ、ジュリディ。あ、たまに見る。ジュリディマジ可愛いから。そうなんだ、なんかコーディ大好き。見よう見よう。超可愛い、あのカップル可愛い、本当に癒し。コラボしてたよね、したしたね。可愛かった。いやもう本当に可愛い。え、てかさ、一つあれなんだけどさ、なんか海外行ってた時にさデーティングタイムみたいのがあるって言われたの、うんうんうん、友達にね、うん、もう理解できなくて、うん、だからその一人の男の人が例えば5人ぐらいの女の子と付き合うこと、うん、結構ねレベルまでのこともする、うん、で見極めるじゃないけど、うん、デーティングタイムって言ってボーイフレンドガーフレンドではないけど、そうデーティングしてるよみたいな。で別にもし付き合う時もなんか別にそんなズバッと言葉もあんまりないことも、うん、いつの間にか彼女って紹介されてるみたいな。あ、そうそれで友達から聞いて、えみたいな、ありえないって思ったけど。ありえないよね。あるある、全然あるし。何なんだろうね。でもさ彼女、あ違う、マイルズはさ多分家族を紹介するってことイコールって感じだったんでしょ。そうそう、だからちょっとそういうのとかも私は本当にやってないですって感じだから。でも無理だよね、理解しがたい。無理だよ。やっぱあるんだそういうデーティングタイムってのは。あるある。説明されてマジ理解しないといけない。だから多分うちもすごいテストされてたと思う。確かに。約1ヶ月間けど日本からするとさ、もう、うん、
連絡取ってあこれ行くのかなみたいなテンションになってきたら、うん、他の女と連絡取るなんてありえなくない？やだね。やだよね、うん、そんな人がいるんだもう一人みたいになってきて、もうそれ浮気だもん私から付き合ってなかったとしてももう私はそこから始まってるからって思っちゃう。まあそうだよ ね、そんな感じで私たちの恋愛前編、前編後編でお送りしましたけども。確かにこれ長いもんね、絶対、うん、意外でしたか？どうでしたか？男性経験豊富なあやと真逆だったね、うん、しかも見た目からしたら多分逆に思われる。確かに確かに見た目じゃないぞというわけで、はい、恋愛編をお送りしました。また何かねリクエストとかあったらぜひお待ちしてます、うん、お願いします。じゃあ見てくれてありがとうございました。バイバーイ。